豊か交通株式会社は、大阪府池田市に本社を置き、貸し切り、乗り合いバス事業、旅行業、自動車整備業等を営む企業。社団法人日本バス協会、大阪バス協会、長崎県バス協会、全国旅行業協会、池田商工会議所加盟。なお、和歌山市にも同名のバス会社が存在するが、無関係である。豊タライナー、ミキ SA にて、 長崎駅前停留所関西と東京を結ぶ夜行路線と関西と北九州市、福岡市及び佐賀県、長崎県内の主要都市を結ぶ夜行路線、福岡県、佐賀県、長崎県内で運行する中高3路線がある。発車をライネットの他高速バスドットコム、バスリザーブなどのサイトで予約できる。関東関西4往復運行。便によっては、 蒸気の停車地の一部には停車しない。車両はトイレなしの横4列シート車で足伸びシートと呼ばれる座席の前後間隔が広い。車両が主に使用され、便によっては一般的な縦11列、横4列の座席配置の車両も使用される。関西九州蒸気角1往復、慶後往復の運行。長崎ハウステンボス発着便には、 トイレ付き特立3列シートの車両。竹尾温泉発着便には、トイレなし立て11列、横4列シートの車両。佐賀駅、佐世保駅発着便には、トイレなし立て10列、横4列シートの車両が使用される。九州内、豊かなあ佐世保駅前にて3路線とも、各8往復の運行。運賃は、長崎福岡間が2000円、佐世保福岡間が1500円。 長崎佐世保間が1500円で、競合する九州号、佐世保号、及び長崎佐世保線より安い運賃となっている。長崎福岡間については、九州号に比べ長崎の始発時刻が早く福岡の最終便発車時刻が遅い。また長崎佐世保間は深夜時間帯にも運行される。なお、土日宿は佐世保福岡間が10往復。 佐世保長崎福岡間が旧往復での運行となる。3路線ともトイレ付き横4列シート、携帯電話用コンセント装備の車両が使用されている。大阪市、京都市と丹後地域の観光地を結ぶ路線。カニ料理のシーズン中である11月末から3月末までの季節運行で、中高1往復。大型60台保有する。ありがとうございます。